皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は生かとヒイアカについて話していこうと思うんだけど。何それ、星なの？もちろんですが。聞いたことない星ね。生かとヒイアカは、以前このチャンネルで説明したこともあるハウメアの衛星なのだが。ああ、それね。じゃあ早速本題に入っちゃってちょうだい。オッケー。それじゃあゆっくりしていってね。で、ハウメアってどんな星なんだっけ？は？覚えてないの？今日初めてこのチャンネル見た視聴者さんもいるかもしれないから、軽く説明した方がいいんじゃないかと思って。それもそうだな。ハウメアっていうのは準惑星で、海王星よりもっと外側にある太陽系外縁で、太陽の周りを公転する冥王星型天体だ。その形はまるで潰れたラグビーボールのような変わった形状をしているんだけど、形も変わっていれば軌道も楕円形軌道を取る珍しい星なんだよね。そのラグビーボールの周りを回る衛星たちがいると。そうそう。それが生かとヒイアカだ。海の生き物みたいな名前の星ね。海っていうか、ハワイに関係があるんだよね。第一衛星のヒイアカの方は、ハワイに言い伝えられている伝説の女神ハウメアの一人娘で、ハワイ島と愛国心の女神であるヒイアカにちなんで付けられた名前だし。第二衛星のナマカは女神ハウメアのもう一人の娘で、水と海の女神のことなんだぜ。その衛星は二つともハワイにゆかりがあるの？そうだよ。ナマカもヒイアカも、ハワイの WM ケック天文台にある大型のケック望遠鏡で発見されたんだ。2005年にマイケル・ブラウン氏率いるカルフォルニア工科大学の研究チームが、ハウメアを観測していた時に見つかったんだそうだよ。ハウメアもハワイで発見されたんだったっけ？ハウメアが発見されたのは、2005年にスペインのアンダルシア州グラナダにあるシエラネバダ天文台で、天文学者のホセルイス・オルティス・モレイノ氏が2003年のカイパーベルトの観測結果を再分析していた時だったから、実はハワイとは何のゆかりもないんだよね。実際、オルティス氏たちは観測地のシエラ、ネバダ天文台があるイベリア半島の女神の名前を付けようとしてたらしいし。そうなの？でもここがちょっと複雑で、名付け親となったカルフォルニア工科大学のチームも、実は同じ年に2004年の観測データを再確認していたところ、12月28日にハウメアを発見していたのだが、発表自体はオルティス氏たちの方が早かったみたいなんだよね。先越されちゃったわけね。公式では最初の発見者がレコードされるからね。それで、結局ハワイの名前がついた由来は何なの？この星が子沢山ならぬ多くの小惑星を生んだことから、ブラウン氏らのチームによって、ハワイの豊穣の女神ハウメアの名前にちなんで命名されたそうだよ。星が子沢山って何？衛星のナマカとヒイアカ、それからハウメア族という小惑星のグループを生んだとされているんだよね。へえ。じゃあこのナマカとヒイアカっていう二つの衛星は、お母さんの周りにまとわりつく娘たちってことになるわね。言い方悪いけどその通りだ。でも、当初ブラウン氏の研究チームが発見した頃は、この二つの衛星を別の名前で呼んでいたらしいのだが。え、そなの？なんて名前？2005年1月26日に最初に発見された外側の衛星がルドルフで、6月30日に発見された内側の衛星がブリッツェン、と呼ばれていたみたいだな。なんなのそれ？もはや国籍も性別も違っちゃってるじゃないの。サンタクロースのソリを引くトナカイの名前にちなんでルドルフとブリッツェンと名付けたらしいんだ。クリスマスムード満載なんですけど。それはブラウン氏たちのチームで衛星を発見したのが12月28日だったからだろうな。この衛星たちの名前が正式に決定されたのは、3年後の2008年、9月17日にされた国際天文学連合の発表によるんだ。そこで母星である準惑星がハウメア、と名付けられ、ルドルフがヒイアカに、ブリッツェンはナマカに改名されたんだよ。ふーん、この星たちはそこで初めてハワイの母子として生まれ変わることになったのね。そうみたいだね。位置関係はどんな感じなの？ハウメアっていうのは太陽の周りを約 282.29 年かけて公転してるんだけど、ヒイアカはハウメアから約 49,880km も離れた軌道を約 49.5 日の周期で回っていて、ナマカの方は約 25,657km 離れた軌道を約 18.3 日周期で回ってるんだそうだ。ハウメアの楕円形の軌道を追いかけながら、その小さい子たちが、一生懸命お母さんの周りを回ってるのって想像するだけで可愛いわね。
ただ、ナマカは今までにまだ4回しか観測された記録がなくて、正確な軌道を打ち出すにはデータが不十分なんだよね。母星であるハウメアの影響を受けるのはもちろんだけど、ナマカより10倍も大きい衛星ヒイアカの重力の影響も受けて軌道共鳴してるんじゃないかとされていて、現在のところで見積もられている軌道はあくまで暫定的なものらしいよ。予測軌道ってことね。ヒイアカはナマカの10倍も大きいの？先に発見された外側の軌道を回っているヒイアカは、直径が約 350km で質量は約 1.8×10⁴⁹kg だとされていて、ハウメアに対しては 0.45% くらいの大きさだ。一方で内側を回るナマカの方は、直径が 180km 以下で質量は約 1.8×10⁸⁄kg。ヒイアカと比べると10分の1の大きさで、ハウメアのわずか 0.005% ほどしかないんだそうだ。ナマカちっさ、ということは、さしずめヒイアカがお姉さんで、ナマカが妹ってところかしら。明るさもちょっとだけ差があって、これもヒイアカの方が明るいみたいだね。ヒイアカがハウメアの 6% くらいの明るさなのに対し、ナマカは 1.5% ほどしかないらしいな。ほら、ヒイアカの方が先に発見されててちょっと大きくて、しかもちょっと明るいなんて、やっぱりお姉さんだわ。でも表面温度に至ってはどちらも 32°C で同じ温度なんだよね。あら、仲良しさんね。実は、母ハウメアも同じ 32°C なんだけど。なにそれ。本当に親子みたいじゃない？実は親子なんだぜ。冗談で言ったんだけど？いや、マジで。どういうこと？実は、ナマカもヒイアカも、母から飛び出したスピンオフ衛星だと言われているんだ。生まれたの？大きい方のヒイアカは、分光分析すると 1.5、1.65、2.0 マイクロメートルの赤外線スペクトルにおいて、とても強い吸収性を持っていて、これがハウメアととても似ているんだそうだ。しかもヒイアカは表面に大量の純水でできた氷を携えていることがわかっているのだが、スペクトル吸収線を見るとこれがまさにハウメアのものと酷似していると言われてる。つまり、ヒイアカはハウメアの一部だった可能性があるってこと？その通り。科学者たちは、エッジワースカイパーベルトにある天体の中でも珍しいこの表面組成を持つ星が、重力によってハウメアにランダムに捉えられた衛星である可能性は極めて低いのではないかと考えていて、逆にこんなに似てるんだから、ハウメアの破片でほぼ間違いないでしょってことらしい。ナマカの方もそうなの？そうみたいだよ。でも破片ってことは、何かその欠片が飛び散るような事件があったってことになるわよね。霊夢、いいところに気がついたな。普通そう思うでしょ。実は、ハウメアからナマカとヒイアカを作り出すような大きな衝突が、太陽系が形成された初期の頃とかにあったんじゃないかという説があるんだよ。やっぱりね。ある程度の大きさを持つ天体か、もしくは隕石がハウメアに衝突したことでハウメアの本体が砕け、ナマカとヒイアカという二つの衛星が飛び出したと言われているんだ。完全に事故ね。しかもその衝突のせいで母星のハウメアは一周たったの 3.92 時間という、超高速スピードの自転をするようになってしまったんだぜ。それめっちゃ早すぎね。ハウメアって、もともとは全体がほぼ岩石でできた天体の表面に氷の層がある星なんだけど、衝突事故が起きて高速スピンした時に、その氷のマントルが吹き飛ばされたんじゃないかとされているんだ。つまり、その中の欠けた二つの破片がそのまま重力的にハウメアに結びついて、ナマカとヒイアカという衛星として存在することになったということが、可能性として大いにあり得るんだよね。それがもしそうだとすると、さっき言ってたハウメア族の小惑星たちもみんな、この衝突で吹き飛ばされた破片ってことにはならないのかしら。そう考えていいだろうな。実際にこれがハウメアの衛星誕生の経緯だとしたら、ナマカとヒイアカがハウメアと全く同じような組成を持っているのも理解できるでしょ？確かにそうね。つまり、ナマカもヒイアカも、あと他のハウメア族の星たちも、元は一つのハウメアっていう星だったってことになるわね。そういうこと。むしろそうじゃないとこの酷似した組成に説明がつかないんだそうだ。なるほどですねー。それに、ハウメア側の立場から見ても、あの不思議なラグビーボールみたいな形状は、この時の衝突が原因で形成されたんじゃないかっていう説があるんだぜ。へえ。じゃあハウメアがもともとは普通の球形だったとして、ナマカやヒイアカはハウメアのてっぺんとお尻の欠けた部分の可能性が十分にあり得るわね。まあ、高速回転のせいで形が歪んだ説ってのもあるんだけど、ハウメア自体が欠けたせいってのもあり得るよね。そして実は、
これがまさにこの星たちの名前の由来となったハワイの神話に似すぎてるんだよな。え、どういうこと？伝説に出てくる女神ハウメアの子供たちも、彼女の体のいろいろな部分から生まれてきたと言い伝えられているそうだよ。ん？それはちょっとグロいというか。こら、言い方。ちなみに、以上のことから考えると、ひょっとしたらナマカよりももっと小さい衛星が、より外側の軌道にあるんじゃないかっていう可能性も示唆されているのだが、現在までの研究で行われているハッブル宇宙望遠鏡による観測では、母星ハウメアの重力の影響が及ぶ範囲で、ハウメアに取り込まれる可能性があり、かつハウメアの4分の1以上の明るさを持つ天体は見つかっていないんだそうだ。じゃあそこの可能性は薄いかもしれないわね。将来的にもっとハイスペックな観測が可能になれば見つかるかもしれないけど、今のところはわかんないみたいだね。そういえば、ハウメアってはが見つかったんじゃなかったっけ？そうそう、2017年にハウメアから約 1000km 上空の軌道に準惑星では初めての輪が、これもホセルイス・オルティス・モレイノ氏の研究チームによって発見されているね。ハウメアの3分の1の自転スピードで、幅約 70km でヒイアカと同じようにハウメアの赤道面を巡ってるみたい。そしてこれが、かつての衝突時この時の残りの破片たちで構成されているんじゃないかとも言われてるんだよね。輪も氷でできてるの？輪は凍った粒子で構成されているらしいから、衛星たちと同じように衝突時の破片か。さもなければ、ハウメアの超高速時点で吹き飛ばされた、ハウメアの表面物質かもしれないと研究者たちは考えてるみたいだな。そうなんだ。でも、もし残りの破片たちが輪を作っちゃったんだとしたら、他に衛星がある可能性はもっと低くなっちゃうかもじゃない？そうかもしれないね。ただ、輪ってのは通常は時間の経過とともに、次第にバラバラになっていくこともあるから、逆にそこから何らかの作用で、小さな天体を形成してハウメアと重力的に結びついたら、衛星になる可能性もなくはないよな。未来は可能性に満ちているってわけね。満ちているかどうかはわからないが、少なくともゼロではないかもだな。さて、今日は準惑星ハウメアの衛星であるナマカとヒイアカについて語ってきたけど、どうだったかな？ラグビーボールみたいな高速自転のハウメアの周りを、蘇生そっくりな娘のナマカとヒイアカが回ってるのって、それだけでかなり面白くない？今回のナマカとヒイアカにしても、ハウメアの輪にしてもそうなんだけど、太陽系的にこのハウメアのファミリーって結構珍しい存在なんだよな。もっと脚光浴びてほしいわね。今後の研究でいろんなことが分かってきたら、さらに注目されるかもしれないよ。そうね。それでは今日はこの辺で、またゆっくりしに来てねー。